遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。お花さん、青いお花さん、教えてください。モンスターに食べられちゃう。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな、探し回るしかない。うん、当然の結果だ。やるしかないか。集中していく。やっ、まだだ。刺激しない方がいい。来い。
私の仕事もあるでしょ。シェア、どけ。よかった、抜け。頼んだぞ。いいとこ見せなきゃ。抜けてやる。はい、よっと。
航路が爆発したせいだよ。俺が行く。行くぞ。ありがとう。かっこいい。じゃあ戻ろっか。気をつく。集中していく。引き裂く。黙れ。ここで仕掛ける。どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。助けてくれてありがとうね。モンスターが来ないか見張ってるんだ。バレてない。
大丈夫、大丈夫だから。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2？入れ墨か。そういえば。リユニオン。恐れることはない。しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。何？もしかして神話に出てくるあの。待て、逃げるな。あの人、病気になってから帰ってきたんだって。病気って何？ソルジャーは病気になるの？あの人、病気になってから帰ってきたんだって。病気って何？ソルジャーは病気になるの？父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思うけど、気をつけて。子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれると助かる。何でもやクラウドの噂流しておくよ。その方が仕事しやすいだろ。子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれる。モンスター警戒中だ。
やあ君、音楽は好き？実は入荷しすぎたディスクが余ってるんだ。よかったらもらってくれないか？どういうことだ、アバランチがこんなに悪く言われるなんて。
ランチの奴ら、バッカーマにモンスターが入り込むんだ。でもよ、もう一度あんた、金貸してくれたんですよ。列車はまだ止まった。やっぱりスラムは慣れないな。このまま戦争になっちゃうのか。力を貸してくれ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。初めてのスラム。ワクワク。サボテン。じいちゃんのマグロ話が止まんねえんだ。テレビ。アバランチのマグロ話は。